暮らしのガイド。緊急時の通報先110番119番について。日本には事件や事故、火事、怪我、病気など緊急のための特別な電話番号があります。メリット、事件や事故にあったら110に電話してください。目撃した時も電話しましょう。日本語では110番と言います。警察官が駆けつけてくれます。火事、怪我、病気の時は119に電話してください。オペレーターが対応します。迷わず電話してください。火事の時は消防車が来ます。怪我、病気の時は救急車が来ます。消防車や救急車を呼んでも無料です。必ず自分の安全を確認してから電話してください。オペレーターが質問します。落ち着いて答えてください。119番は外国語の通訳を介した三者通話ができます。110番は三者通話ができない場合もあります。周りに日本語が話せる人がいれば助けてもらいましょう。もしも間違えて電話したときは必ず間違えましたと伝えてください。何も言わずに切ると電話の折り返しや通報場所の確認に来たりします。110番は運転免許証の更新や落とし物で警察に用事があるときには電話しないでください。袋井警察署に電話します。119番は軽い風邪や虫歯、かすり傷の時には電話しないでください。怪我、病気が軽いと救急車で搬送しない場合があります。救急車は無料です。搬送先の病院ではお金が必要です。最後にまとめ、日本では事件や事故、火事、怪我、病気などの助けを求めるときに電話する特別な番号があります。事件や事故のときは110番に電話すると警察官が駆けつけてくれます。火事や怪我、病気のときは119番に電話すると消防車や救急車が駆けつけてくれます。パトカーや消防車、救急車の数は限られています。正しく利用しましょう。